エヴァ新幹線発進。車内で、使徒と対決、ジャイムはあの主題歌、JR 西日本。エヴァと共通項の多い500系新幹線を、JR 西日本は、2015年10月19日、月、アニメ、エヴァンゲリオンの世界観をテーマにした、500系新幹線、500TYPEVA を、博多総合車両所、福岡県中川町で、報道陣に公開しました。営業運転は11月7日、土からです。車両デザインは、エヴァのメカニックデザイナーである山下郁人氏が担当。そして、エヴァ監督の庵野秀明氏が監修を務めています。今回、エヴァ仕様になった車両は、JR 西日本の500系新幹線。同社によると、エヴァとコラボするにあたり、その形状、また、技術へのこだわりが、エヴァの世界観と共通していることから、この500系車両を使用することにしたそうです。500系は、1997、平成9年にデビュー。鋭く 15mm も尖った先頭部分が特徴で、新幹線で、初めて、300kmh での営業運転を実現。ギネス世界記録にも掲載されました。車内にエヴァ実物大コックピット、搭乗体験に一出現。500TYPEVA は外観のみならず、車内にもエヴァの世界が広がります。1号車は、新幹線に乗りながら、エヴァの世界観を体感できる 500TYPEVA 展示体験ルーム。目玉は、エヴァの実物大コックピットを使っての搭乗体験です。搭乗後、コックピットがパイロットを自動認識。正面と左側のモニタに、らしい文字が賑やかに登場し、エヴァが起動します。そして、発進すると、モニタへ、新幹線の全面展望映像などが流れ出し、使徒、そして、2号機とともに、アスカが登場。自分の手を使って、AT フィールドを破るなど、ただ、そのコックピットに座るだけではなく、ストーリー性とゲーム性を持っているのが、この登場体験の大きな特徴です。